さあやっていきましょう。ゴロちゃんルートで、まだビタミン X エボリューションプラスなんですけど、おそらくなんですけどザッピングと呼ばれるエンディングあるんですけど、その中でね、なんかこうザッピングっていっぱい出てくるんだけど、他のキャラのことか、どうやら対象となる先生、ゴロちゃんの場合二階堂先生ですね、二階堂先生のザッピングを特定の選択肢で選ぶと発生するっていうことっぽいですね。多分そういうことっぽいという予想のもとに、ここなんかね、青で選べっていうルートになってるらしいですね。なんで対象とする先生が、出てきた時はその子のザッピング選択肢だよっていうことっぽいですね。そういう感じっぽいですね。なんか T6 ルートがあるせいで T6 側の選択肢なのかなと思っちゃうんですけど、そうじゃなくて、もともと T6 ルートもなかったと思われるので、なかったらしいので、そういう意味でなんかゴロちゃんのザッピングっていうのは二階堂先生で示されるということっぽいですね。なんでそこの部分、ゴロちゃんで言うとチャプター4とチャプター8の選択肢を特定なザッピング選択肢を選ぶといいよということっぽいんで、どうやって調べたの、乙女ゲーサイバー攻略班はどうやって調べたのどうやって調べたの、その条件すごくねえか。一応こちらのか、これザッピングではないよね。だってなんかすげえな怖えな、乙女ゲーサイバー攻略班みたいな、かっこいいな、怖えな、なんかクリア条件どうやって調べたんだろうね。攻略本とかあんのかな、このゲーム、どうなんだろうね。まあちょっとそういうことっぽいので試してみましょう。あー、解放された、選んだだけでもこの選択画面に入った瞬間に解放された。え、じゃあ何、もしかしてハーフルートでも解放できるのかな、残り2つ、マジか、うわ、嬉しい嬉しい。ハーフロールの時、ハーフロールなんか、ラブラブでザッピング選ぶと解放されるらしいんで、なんか、意図せず選んでたんですね、おそらく。なんかね、チャプター8、ザッピング青色になってるでしょ。チャプター4、赤になってるでしょ。これをね、特定の組み合わせにすると発生するらしいです、それぞれのとこで。なるほどね。じゃあ見ていこう。ちょっとね、じゃあ、ハーフロールのも見ようよ。ここも多分解放されるんじゃないかな、多分。違うのかな、他の子来てるから他の子のルートもやらないとこれはダメなのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、とりあえずちょっとシークレット見ましょうか。行こう行こう。絶対レイドの春どういうこと、絶対レイドの春、あ、そっか、え、シークレットってなんか T6 ルートなんだ、 T6 先生っぽいやつなんだっけ。そろそろセミの声も聞こえ始める。夏、日差しはすでに肌を焼くような強さに変化していた。そんな頃、私は二階堂先生に誘われて路上で販売を続けている五郎くんの元を訪れていた。そっか、 T6 ルートなんだっけ、シークレットって。あ、あそこです、あの人だかり。え、嘘、どうしたの、お姉ちゃんはともかく、お姉ちゃんルート、ゴロちゃんが来るなんてこれはお姉ちゃんルートなんだな。二階堂先生に誘われてゴロくんの様子を一緒に見に来たのよ。恋愛と勉強のどっちのルートにも入ってないエンディングからつながってるのね。夏休みも始まって私たちは学園にいないし、ゴロくんが寂しがっていないかって気になって。風文寺君、元気そうで何よりですね。元気が僕のモットーだからね。しかし初めて風文寺君の作品を見ますが。てか二階堂先生、それ私服なの。ん、何何、翔ちゃん褒めてくれるの。そうですね、想像していた以上にいい作品です。割とポペラ集してたもんな翔ちゃん割とポペラ語マスターしかかってたもんな。モチーフは動物から人間、小物、様々ですが、見る人の心を和ませるものがあります。この人分かってる。二階堂先生、どうかしましたか。本当に普通に褒めてくれると思ってなかったから、僕ちょっと驚いちゃった。私も二階堂先生が手放しで褒めるなんて思ってなかったわ。お世辞も言いませんが、明日は雨かしら。いいと思ったものへの賛辞を出し惜しむ気もないです。翔ちゃんらしい、真面目で頑固でクールだね。それにこんなにたくさん風文寺君のファンがいるとは思いませんでした。見直しましたよ。ねえねえ、このメガネのかっこいい人って誰だろうこの人ミーハー、まあ、出てくんだ、またこの人、あ、ミーハーなんだろうな。え、月の、おい、ちょっと待って、このなんで学生に格落ちしてんの、月のちゃんなんで学生に格落ちしたの。あら、二階堂先生にも注目が集まり始めてるわ。っていうか、月のはこっちの学園の生徒だろ、おそらく。学生、服が完全にそうだったらなんで知らねえんだよ、二階堂先生も。そうよね。聖帝学園で B6 に対等に渡り得る美系って言えば、美系教師軍団だけだったんだもの。あ、これ T6 ってないのか、この時の設定で多分。いっつもクールで、他の先生に比べて静かな二階堂先生だから忘れがちになるけど。
コロ君と並んだらそりゃ注目を浴びちゃうか。へーはーん。どうかしましたか。器用じゃないけどちょっとしたいたずら思いついちゃったなーって。女装させるか。いたずら。あ、ごめん。そうそう、いたずら。メガネ取るかな。どう、メガネ取り。今日は来てくれてありがとう。モロちゃん感激大好き。あ、全く同じ格好してるもんな、スタイルが。モチンコ同じだもんな。これはカップルだわ。ゴロくん。いやー、何あれ。ゴロくんってばどうしたの。でもでも月のお前はもう諦めろ。あ、そっか、男って知ってんの。お前も完全に月野だろ。なんで、なんでお前そっち行ってんの。何学生って、何名前失ってんのお前は。は？はーい、嬉しいな、翔ちゃん、好き好き、大好き。風文寺くん、君は一体何を。本を厚くしてんだよ。薄い本を厚くするってやつらしいぜ、これは。多分そういう感じか。ま、もしかして、コロー君と、二階堂先生って、そういう。は？先生、あなたは何を恐ろしい勘違いをされているんですか。腐ってんだよ。僕と翔ちゃんの関係で誤解なの。腐ってんだ、腐っちまったんだ。いや、やっぱりそうなの。そんなわけないでしょう。風文寺くんもいい加減にしなさい。先生に本気で誤解をされたらどう責任を取ってくれる。え、しまった、私としたことが口を。もしかして翔ちゃんってお姉ちゃんのこと。君は黙っていなさい。妹の許可が必要だと思います。うえー、本当に。二人して何を話しているんです。まあ鈍感は主人公の特性かな。驚いた。まさか翔ちゃんがお姉ちゃんのこと好きだなんて。風文寺くん。え、ゴロくん、何冗談言ってんのね、二階堂先生。え、どうして二階堂先生がそんなに顔を真っ赤に。これ笑顔でいるときは何。これ腐ってたの、その子は。腐ってた、想像してたの。仕方ないな、それはないなっていう確信があったの。僕が証明してあげるか。証明しよう。はい、お姉ちゃん、スペシャルハグ、ギュギュギュー。か、ゴロ君いつも言ってるでしょ、急に抱きついてきたら危ないってば。抱きつくのは OK なんだ。予約制かな、ソラッコの抱きつき予約制。彼女に勝手に触るんじゃない。彼女とか言うな。に、二階堂先生。ほーらね、やっぱり僕が抱きついたら怒るってことは、翔ちゃんはお姉ちゃんのことが。ことが。ふうまじ、よいよいよい。君は黙っていなさい。告白ぐらいは自分でします。男らしくなったな、急に。覚悟、覚悟を決めた男の顔をしている。告白。失礼。あ、ちょっといいな。この1年、あなたのひたむきな姿勢や優しい人柄を知ってですね、その、いいな。すごいいいな、弁護士感あるな。でも縛りたい。は、あなたがこのネクタイならいいのに。あ、びっくりした、びっくりした。どう、待って、1個目で選んだ選択肢おかしかったな。ちょっと待って、なんだ縛りたいって。目を合わせられない。そのですね、なんというか、あ、もう。ちょっと大鳥先生と同じで危ない系はあるかな。ちょっとなんかダークなところもあるかな。結婚を前提に私とお付き合いしていただけませんか。誠実やの。はい、今なんて。そっかそっか、だからあれか、付き合わないルートでつながるのか、エンディングって。そういうことか。あなたに告白しているんです。あなたのことが気になって仕方がない。二階堂先生。まったく、こんなに私の中に入ってきた女性は久しぶりです。前にいたってこと。そっちの方が気になっちゃう。久しぶりって言い方、学生時代かな。もう一度言いましょうか、私とお付き合いしてください。それって私ですか。お姉ちゃん以外いないじゃん。でもコロックの可能性は。もう翔ちゃん、プロポーズ付きで告白なんて。プロポ、よろしくお願いします。引かねえな、引かねえな。
これってどんべん返しのハッピーエンドってやつかな。以上、問答無用で質問は受け付けませんよ。いいなそれ先生。いいなそれ、言ってみてえな。以上、問答無用で質問は受け付けませんよ。言ってみて、言ってみて、それちょっと言ってみたいセリフだなそれ。ゴロ君の楽しそうな笑い声が響き、私の前では真剣な顔の二階堂先生。ドキドキし始めた胸を押さえて、これからまた私たちの新たな一年が始まろうとしていた。妹と後輩ついてくるよ。真田もついてくるよ。恋の予感も携えね。よかったわー、よかったやっぱいいね、これ T6 ルートというか T6 エンドというかシークレットエンド、いいですね。いいですね。まあこの多分ね、これ PS2 の時はここまでだったんですよね。それ以降になってから多分追加でできたから、こっち側のルートがあれだけど、さらに練り込まれたんだけど、いいっすね。いいですね。これどうなんだろう、これちょっと次回までに調べてきますね。でこれが、あ、そっか、ウィンターロマンスマンじゃねえや、こっちだ。まずはショウちゃんだ。了解しました。まずはショウちゃんがあった、それ以前に。そっか、ショウちゃんか、器用なのか不器用なのか。じゃあ次回ショウちゃんルートか、ちょっとこれ調べてきてあるんだったら、まあ、ハーフロールのも含めて見ていこうかと思います。ちょっと調べますね。はい。よかったよかったよかったな。はい、ありがとうございました。ありがとうね。